アルフレッド・マラブ・アルフレ・マレルブは、フランスの裁判官、鳥類学者である。フランスの植民地、マルティニークもしくは、モーリシャスで、フランスのメス出身の家族に生まれた。法律を学び、1832年に、メスで裁判官になり、翌年、裁判所の副所長となった。自然科学に興味を持ち、アマチュア学者として特に鳥類学を研究した。よく知られた著書として、キツツキ科のモノグラフがある。手彩色の図版が付けられ、4巻で120部が出版された。アルジェリアやシチリア島の鳥類を研究し、いくつかの新種鳥類を記載した。メス博物館の館長、メス博物学会の会長を務めた。キュビエ協会の会員にもなった。ジュール・ピエール・ベロー、エドワール・ベローによってハト科の鳥類、コロンバ・マルハービに献名されたほか、アオハシインコ属のキュアノランフスマルハービーなどに献名されている。モノグラフィーでピシディーズの図版。ありがとうございます。